これは俺の祖父祖母の家の話で、本当は他人に話してはならない話。すべて実話なので聞いてもらいたい。去年の7月のことだ。俺の祖父と祖母は老人ホームですでに他界していて、実家を管理する人がいなかったから荒れ放題になってしまっていた。本来ならば相続の関係で、長女である俺の母親の姉がその実家を引き継ぐはずだったんだけど、なぜか姉夫婦は相続を固くなに拒んで放棄したので、お鉢が俺たちの元へ回ってきた。その時は、田舎の山奥という場所の悪さと、都会暮らしに慣れ親しんでいる姉夫婦のことだから、興味もないのだろうな、くらいに思っていた。ところが、俺の母親も、厄介なもんが回ってきた、と肩を落としていた。とにかく、うちで実家の母屋と土地を相続することになったから、両親と俺の三人で実家の大掃除に出かけたんだ。実家を訪れるのは俺ですら10年ぶりで、本当に山奥のど田舎だった。長い間手入れしてなかったから、門から母屋の玄関まで、もう草がぼうぼうで腰の近くまで生えていた。草刈り機を持ってきた親父もさすがに参った様子で、とりあえずみんなで母屋の中に入ったんだ。すると、蜘蛛の巣や虫の死骸とかでえらい騒ぎで、カメムシがそこら中にへばりついていた。臭いし、汚いし、なんで俺がこんなところを片付けなきゃいけないのか、とすでに憂鬱になっていた。掃除しようにも、とても一日やそこらで片付く状態じゃなかった。とりあえず俺は貴重なものがないか、部屋の中をいろいろ探し始めた。ガスも水道も電気も止まっているから、懐中電灯片手に作業。でも貴重品があるはずもなく、ほとんど衣類とかゴミばかりだった。俺は小学生くらいの時にはよく実家で遊んだが、両親が家を新築してすぐに祖父祖母の元を離れたから、思い出もほとんどなく、写真とか本とかも片っ端からゴミ袋に詰め込んだ。母屋は築110年以上経っていると聞かされていたから、昔は相当立派なものだったと思う。さらに、祖父には弟たちが何人かいたが、祖父を含めてみんな陸軍の将校だった。壁とかには木製の銃みたいなものもかかっていて、まるで戦時中のような古めかしさを感じた。だから俺は、もう部屋の掃除よりも、この家を探検してみたい気持ちになって、裏庭とか農具の小屋とか、いろいろ見て回り始めた。あっちこっち探索していたら、母屋に屋根裏部屋があることに気づいた。もちろん覗いてみたくなって、近くにあった枝切りバサミの枝で、木枠のある天井の板を突き上げて外したんだ。母親は、そんなところをネズミがいるからやめなさいよ、と言ったんだけど、下駄箱の上に立って屋根裏によじ登った。屋根裏は確かに埃とネズミの糞だらけで、腐ったあちこちの板の隙間から外の光が漏れていた。広さはかなりあったが、めぼしいものは何もなく、かなり昔の農具や風車が転がっていた。苦労して登ってみた割には面白いものが見当たらず、
俺は少し落胆して降りようと思ったが、ライトでよく見回していると、屋根裏部屋の壁の隅にポスターみたいなものが貼ってあることに気がついた。俺は目が悪いので、もっと近くで見ようと、ネズミの糞だらけの汚い床を歩いて、その壁のところまで寄ってみた。で、近くでよく見てみると、そのポスターに見えたものは、一枚の貼り紙だった。紙は黄ばんでいて、筆で何か書かれていたが、達筆すぎて、俺にはよく読めなかった。ただ、大正2年って書かれているのが読めたから、多分祖父あたりが書いたものだろうと思ったんだ。ところが、不可解だったのは、その紙が何重にもなっていて、米粒を糊にしたもので、しっかり貼り付いていたことだった。見た感じ、10枚ぐらい重ねて、1枚1枚が両面くっついているから、なんか変だなとは思った。その紙自体も壁板に糊で貼り付いていて、とにかくこれが何なのか気になった俺は、この紙を母親に見せてやろうと、隅の方からゆっくり剥がしてみた。うまく剥がせず、裏の紙が板に残ってしまったんだけど、そこに俺はゾッとするものを見た。〇〇家の開けるべからず金図。記憶にある限り、紙の裏の板に筆の縦書きでそう書いてあった。わからない部分は見たこともない漢字で読めなかった。意味もわからず、漠然と恐怖を覚えた俺は、剥いだ紙を母に見せるのも忘れて、慌てて屋根裏から降りた。ちょうど居間で掃除していた母にこのことを話すと、突然母親は、そんなところにあったかと絶叫し、玄関に走り出すと、気が狂ったように屋根裏入り口の板を元に戻し始めた。一体何がどうしたのか状況を飲み込めない俺は、呆然とその様子を居間で眺めていた。母は板を元に戻すと、その真下にあった下駄箱を横に倒して、俺のところに駆け寄ってこう言った。開けたか？見たのか？正直に言いなさい。はっきり言って、今でもあの時の母親の異常な剣幕は脳裏に焼き付いている。完全に人格が違っていた。俺はもうただ、いや、何も見てない、見てない。と、わけもわからず、なだめるように答えた。あまりにもでかい声を出して怒鳴るもんだから、外で草刈りをしていた父親も飛んできて、どうしたい？と、様子を見に来た。母親は、俺が何も知らないことを確認すると、安堵した後、バカだれ！と、また怒鳴りつけた。事態が収まった後、俺の弟には話さないことを約束として、母親が事情を話してくれた。母親がまだ子供の頃、この家には入ってはいけない部屋というものが存在したらしく、母親は日頃から両親にしつこくその話をされたのだという。何でも、その部屋がこの家のどこかにあって、その部屋に入るとたたりに会う、と言われていたらしい。おかげで母親は、その部屋のことが幼い頃からすっかりトラウマになってしまって、朝学校へ行くと、夕方になっても
外で遊んで家に戻らなかったという。その入ってはいけない部屋は、ひいじいさんの代からあったらしく、ひいじいさんの兄貴だか誰かが、とにかく厳しい人で、自分の子供を折檻するために、よく1メートル四方くらいの箱の中に閉じ込めて、蓋をして漬物石を乗せていたらしい。ところがそんなある日、何かの原因でその子供が箱の中で亡くなり、夏に葬式が行われたという。この事件以降、家の中ではお重箱や弁当箱、箱という箱の蓋がすべていつの間にか外されていたり、鍵をかけてある蔵の漬物桶に何度石を置いても、いつの間にか漬物石がすべて軒下に運ばれる、という不可解な現象が起きたらしい。この怪奇現象の話は、俺も生前の祖父から何度か聞かされた記憶がある。当時はお祓いなども散々したようで、その箱を供養のために四十九日間家に安置することになったという。ところが戦争で家の男衆が召集されてゆくと、箱を気味悪がった家族らが家の中の人目につかない場所に隠してしまった。こうして家の構造上あるはずのない小部屋が作られ、そこに収められたという話だ。結局部屋の場所だけは祖父祖母も死ぬまで喋らず、娘たちにも話さなかった。だが俺は屋根裏のあの紙が貼られている壁板の周囲だけ、外からの日差しがなかったのを見た。つまりあの貼り紙の奥こそが入ってはいけない部屋であり、何枚も重ねて貼られていたあの紙は、おそらく何重にもする必要があったお札の一種ではないかと思う。よほど強力な怨念があったのかもしれない。だが、恐怖体験はこれで終わりじゃなかった。その後、掃除を切り上げて三人で家に帰ると、留守番をしていた中二の弟が俺たちを見るなりこう言った。その石どうしたの？肌が泡立った。後で弟に聞いてみたが、俺と母親と父親、三人揃って大きな漬物石を抱えて帰ってきていたらしい。以上ですが、それ以来この話は家族の間で一切しなくなった。触れてはならないものだと感じた。もちろん、実家にはもう近づかないし、あの屋根裏部屋に何があるのかも考えたくない。今でもあの小さな部屋には怨念が漂っていると思う。